はいどうもマノチです。よろしくお願いします。プロスペースやっていきましょう。必勝アリーナやっていきます。この試合終われば、まあ、勝てば一応報酬全部ゲットということで、完走しないという予定だったんですけども、前回、上げたプロスピエースの動画のコメントで、まあ、完走してもね、エナジーの会社は十分にできるよというコメントをいただいてて、あ、じゃあしようかなということで、はい、完走しました。 M1 見ながらやってましたよ。いやー俺雷、これ M1 の話なんだけど、あの雷っていうコンビは全然知らなかったんだけど、初めて見たんですけど面白かったと思ったけどね。まあ、予選とかその決勝残れなかった、最後3組に残れなかったけども、すごい面白かったと思ったけどな。よし、打順は1番に帰ります。結構順調にいけましたね。全然エナジーとか消費せずにちょこちょこ頑張ってやって、高めのボール、はい、はいです。まあ順調だったよということですね。これで OK かな。いや素晴らしい。ちょっと音飛んでる？大丈夫かな？よし。ですね、欲しいのはですね、ちょっと待ってよ、引く前に見よっか。欲しいのはね、西崎さん、あと門田さんが欲しいかな。パッと見たところレフトの適性持ってるのは門田さんしかいなかったんで、ちょっとレフト欲しいんだよね。ちょっと門田さんが欲しいかな。あと日ハム枠で西崎さんが欲しいですね。なんとか2000キープというかキープ。全然喋れねえ今日。ゴールドから引いていきます。よし、当てよう、当てたい、なんとか当てたい。とりあえずね、もうぶっちゃけもう誰でもいいわ。 S ランクが出てくれればもうそれでいいかなって思ってるぐらいです。お願いします。来た、やりましたよやりましたよやりました。いや 10% で当てたの嬉しいね。いや引こう、引いちゃおう、ここも引いちゃおう。いや来いや来いや、一気に S ランク2人加わるのはでかいんだぞ。いやードマイス、いや嬉しいですね。ちょっと能力チェックしてみましょうか。いいですね。川端選手に変えてか、川端選手も使いやすかったんだけどな。能力高いんだよねすごい使いやすかったんだけど、まあとりあえず良かったです。 S ランク当たりました。はい、ということで、必勝アリーナ完走しましたという動画でした。そんじゃ、終わりましょう。終わります。バイバイ。